日本近代五種協会は15日、パリ五輪で日本勢初の銀メダルを獲得した男子の佐藤大僧、女子で同代表の内田美咲、共に自衛隊の報告会を都内で行った。佐藤は五輪採用から112年にして、日本勢で初めて表彰台に立った。帰国後はメディア出演も増え、関係各所への報告など多忙な日々を送る。 近代五種自体が日本ではまだすごくマイナーなので、これまで五輪が終わった後でも注目されることがなかったけど、今回は近代五種を知っている方がちょっとずつ増えてきている。このメダルは価値のあるものだなと思うと反響の大きさを実感した様子だった。一方、私生活では意外にも変化は少なかった。恥ずかしいけど、街で歩いていて声をかけられることは一回もない。 一般の方に溶け込む能力が高いのかなと苦笑い。五輪前にはメダル獲得が実現すれば、運転する車の窓を開けた際に、うわぁ、佐藤選手だ。みたいなのをちょっと期待していた、という。SNS のフォロワーは着実に増えてはいるものの、やっぱり外ではそういうのも、もうちょっと欲しいなと。なので皆さん、もうちょっと近代募集に注目をしていただけると、 と切実に呼びかけたパリ五輪ではフェンシングのランキングラウンドで右太ももを裏を痛めていたことを明かした。決勝まで怪我を隠して戦っていたが、現在も完治しておらず、凱旋、凱旋、試合となる可能性があった11月の全日本選手権、愛知、安城市、については、ぎりぎりまで考えるが、ちょっと難しい状態と、出場を見送る方針を示した。 休養と競技の普及も考え、年内は所属の自衛隊体育学校や日本近代募集協会、すべてを盛り上げていきたいと挨拶周りや取材などを優先していく。馬術に代わり、障害物レース、オブスタクルが採用される28年ロサンゼルス五輪に向けて新たな時代が始まる。また一歩一歩前進して世界を取りに行きたいと意気込んだ。